今回は非人類学園の、3パーですねでの、ランクの動画になっていますが、ソロ級で実は今日ですね、本日、1月の18日土曜日ですね、朝っぱら早朝を回したんですが、ズタズタにされて、もう本当にどうですかね、もう何をしたら勝てるのかっていうのが分からなくなって、ソロ級は無理なんじゃないかっていうことに気づいて、でも陰性の人をわざわざサブアカ勢を知り合いの人誘っていくのもちょっといかついかなということで、まあパーティーで募集してみようかということで、かれこれ1年、まあ非人リリースされて1年経ちますが、初めてに近い形でランクの、パーティーを募集して非人類学園をするということをやってまして、ただめちゃくちゃ勝率良かったんじゃないですか。10試合ぐらいやって2回ぐらいしか負けなかったので、勝率8割ぐらいですね。めちゃくちゃ良かった。おかげで、だいぶ星も漏れまして、あとこれをもう1回ぐらいやれば伝説になるかなという状況ですが、この味方にいる、静雄くんですかね、このサイヨアちゃん、この名前のシリーズ何人かいて、誰か誰か全く、まあ、正味本家が誰かも全く分かんないですけど、この方はまあめちゃくちゃうまかったですね。サブアカなんですかね。どの試合も基本的にはキャリーしてくれて非常にやりやすかったですね。というところで、今回はこれは水地の人かなと、私と、静雄の3パーでやっている状況ですね。まあお久しぶりですね。白霊に関してはシーズン1、2ぐらいをめちゃくちゃ使って、トータル200試合実は使ってたらしいんですが、ソロ級の時にも気づきました。やっぱり白霊かなという伝説体だと白霊通用しんかもしれないですけど、陰性は白霊ですねもう精鋭でジャングルとか言うとる場合じゃないですね。精鋭でジャングルピックするとマジ 100% かぶせ率 100% ですね。で、ジャングルが来ます。なので、精鋭でジャングルはピックできないですね。自分がラストピッカーでジャングルを選ばせてもらえるときは精鋭ができますが、ソロ級だとマジでジャングルはやらせてもらえないですね。本当によくわからんレーンやらされるので、もう白霊、どこでも白霊をするっていうところが一番いいんじゃないか。まあそもそも白霊何がいいって、ブリンク持ってますので、めちゃくちゃこのブリンクは強いんですよね。で、開幕、相手側の嵐に行くときにめちゃくちゃ嵐しやすいっていうところですね。ジャングル、やっぱり言い方が悪いですが、荒らされ慣れてない陰性の人たちが。なので荒らされたときに対応しきれないので、一方的にやれる。っていうところ、ここもまさにそうですね。なんでこういう時はもうこんな感じでひたすら人を対して A 連打ですね。で巻き込んで倒していくという感じで、こういうのをやられ慣れてないっていうのがとても多いみたいなので、やりやすいです。めちゃくちゃぜひとも覚えておくといいテクですね。でここは1隙のクールを上がってからブリンクですね。で1回敵にこっちフラッシュして釣って戻すという感じで逃げる。でしっかりと、バーさん叩いて延命という感じでいけますね。うまいこといきましたね。ああいう時はすぐにフラッシュするじゃなくて、敵が来るのを待って、どっちにしろ死ぬっていうのは可能性高いですから、一回反対に動いて釣ってフラッシュという感じですね。でここで私が思ったのが、まあ味方のこれが、まあ、野良だったのかな、の方だったのでしょうがないんですが、せっかく赤バフ守ってますので、開幕できれば赤に直行してジャングル赤食ってほしかったですね。まあしょうがないですけど、こういう時はもう赤いったら青食わずに自軍の赤ですね、赤赤でジャングル守った方がいいですね。今も余ってますので、まあ、ただその間しっかりと相手が、やってる間に上側のカエルに行ってくれてるので、まあこれは良かったかなと思いますね。なんで余ってると敵に食われちゃうので、私が食おうかなというところで、でまあこういう時は、まあ、私放置しといてミッドレーンですか、はたまたジャングラーのとこに行ってもいいのかなって気がサポートの人にはしましたけど、まあちょっとチャット打つ暇もないので、まあ、もしこれを見てたらそうした方がいいかなと思います。ここミッドレーン削られちゃってるので、まあこういうと、まあ別に折れるわけじゃないんでね、ただここでミッドで経験値吸っとけば、サポートでも金稼げますので、いかにサポートはうまく金稼ぐか、特に水地サポだと大事ですね。で赤バフ取ってると白霊いきり散らせますので、まあ、特に、パッシブを誤ってめちゃくちゃエース速くなりますからっていう感じですね。で1隙は関係ないですけど、ウルトに関しては絶対ウルト押してから2隙ですね。2隙してからウルトするとマジで出ない時がめちゃくちゃありますので、基本は2ウルトが基本形な形です。で、まあ、一応バフ持ってますので、まあ、味方にしっかりとそこを上げていくという感じですね。まあ、流れとしてはもうキル最初に取れてますので、まあ、このままキャリーするコースだと思いますね。で、まあ、ブリンクでスタン来るかなって形でブリンク駆け打ちですね。
まあ、こんな感じって言ったらあれですけど、白霊はこんな感じですね。キル持ったら止まらにくいキャラクターですので、まあ、ビルドに関しては、これは中国孫騎1位の白霊使いが当てたパールパクですが、貫通靴は、まあ、貫通靴続けて、仮面の素材ですね。を買ってからの月光。月光終わりからの、厳選。厳選から、あとは状況に応じてですね、デビルハンド行ってもいいですし、仮面を上位に上げてもいいし。まあ、どっちかですね。ただ、まあ、エースがいらないんであれば、そのまま速攻、耐性能面か問題集という形でいいと思います。こと白霊に関しては、回復阻害はあんまりシナジー良くないですね。で、ここも、射程圏内まで入れるように待って、ただ、まあ、もう少し待って、ニスキのやつクール待ってから行ってもよかったかなって思いますが、待った方が良かったかもしれないですね、今のは。まあ、白霊に関してはこういう茂み待ち、ここから待って、スキルボボボっつって、で、まあ、ここはニスキ来るのが分かってるので、ニスキを回避するのも含めてスーパーアーマーのウルトですね。もう先に打つぐらいがちょうどいいかもしれないですね。待っちゃうと、やっぱりあの当たったら損なので、であれば、まあ、スタックしたい気持ちももちろん分かるんですが、ああいう時はもう早打ちですね。危ね。まあ、以上、白霊はこれぐらいだと思いますね。やり方がそんなに、まあ、慣れですね。やっぱりスタック、いかにそのパッシブのスタックをさせてウルトをぶち込むかにかかってますので、そこができれば白霊は使いやすいと思います。で、これ若干応援団が特殊でベテラン入れてられるのと、おばさんとカンカンですねという組み方にしてます。やっぱカンカン最初にキル拾ってきますので、そこでカンカンが生きてくるっていう感じですね。スタック持ってる状態のカンカンと厳選石めちゃくちゃ吸いますのでおすすめです。で、やっぱり1ウェブ処理するのもやはり、まあ、雷神士と比べるとあれですけどそこそこ早いですね。なんでやりやおすすめ、でも初心者向きなキャラクターではないかもしれないですけど、ある程度使いこなせるんであれば白霊はかなりポテンシャルが高いと思いますね。特にキャリーしやすい、集団戦でもひっくり返しやすいですね。まあ原虫だったりとかあの辺でもいいんですが、原虫の場合ブリンクがないので、まあ、ブリンクありなキャラクターで AOE 持っててそこそこ、まあ門獄生でもいいんですがタワー降り性能も非常に高いので、そういったところからこっちはおすすめですね。で、結構雑に使ってもなんとかなるニスキがありますので、ブリンクでしかも、ブリンクするだけじゃなくて、再使用で戻れるっていう点もとてもでかいですね。ただ、まあ、最近だともうかなりの確率で月光ありきな戦い方が多いですので、月光叩き、まあ私もかなり多いんですけど、月光叩き忘れるのは注意した方がいいですね。ここもまあ、粘ってますので、いっちゃいますが、ここは多分2、1の方が良かったですね、場所的に。で、月光叩いてフラッシュで売るとという感じですね。ギリギリまで持つ必要はないので、まあ、とりあえず叩き損じるんだったら先に叩いて突っ込むと。月光ニスキ売ると。月光売るとニスキ。まあその辺はお任せですね。ただ、下手にスキルを1回挟むと、それで本来出るニスキが出なかったりとか、本来戻れるニスキで戻れなかったりとかするのが怖いんで、基本的には先打ちして2を後で入れてますね。ただまあ月光があればよほどのことじゃない限り戻っては来れるんですが、万が一がありえますので、まあ、CC には注意した方がいいですね、白霊であっても、まあ、たださっき雑に打った月光がもうクール上がってきますので、こういった点もまあわらじゃなくて月光が採用されるところのまあゆえんですね。まあ、ただわらの方がいいシーンもあるんですが、大体は月光でなんとかなるシーンですね。めちゃくちゃ強いと思いますね、月光。特に白霊の殴って回復するっていうところとパッシブも含めてだいぶ相性がいいですね。で、白霊何がいいって、いや、殴ると敵の AS 吸いますので、それがやっぱりでかいですね。特に序盤の AS 一発分がこれで回避できる。めちゃくちゃやっぱ重たいので、白霊のこれとさらに巻き菱でタンク寄りにした日にはもう多分殴ったら本当に AA 出ねえんじゃねえかみたいなとんでもない AS になりますので、本当におすすめですね。まあ、ただこけた時でも白霊なんだかんだパッシブからの2パッシブフルスタックのウルド2が結構削るんで分散しないっていうのもまたいいところですね。で、吸収力がだいぶ下がってますが、言うても厳選カンカンがあればそこそこ吸えます。で、応援団に関しては全部貫通ぶっ込めば OK ですね。ひたすら全部のやつを貫通入れで大丈夫です。
なので、まあ、白霊が使える人で陰性でくすぶってる方は、まあ、とりあえず1にパーティーですね。1パーティーで2白霊で OK だと思います。一応ジャングルもできなくはないんですが、まあ、前も言った通り CC がないので、白霊ジャングルするんだったらスザクとかでいいんじゃないかなって気、まあ、若干系統が違いますがスザクでいいかなって気しちゃいますね。で一応まあ撃ち落とされる前にしっかりと月光を張ってからウルトという感じで突っ込むわけですね。でまあできることならフラッシュは絡めず突っ込める位置で二隙を焚くのがうまいと思いますが、まあ、無理してやるんだったら事前に、フラッシュを切ってウルトをするかしないかの判断ですが、事前にフルスタックを貯めれる状況で敵が死にかけだったら、ウルト2フラッシュでもいいと思いますが、そうじゃないんだったらおとなしく、ウルト2か2して、通常貯めてウルトぐらいがちょうどいいですね。フラッシュまで絡めちまうと殺しきれてなかった時に大損なので、そこはちょっともったいない。最低でも1キルトレードできる時に、まあ、フラッシュ絡めていく、まあ、1キルトレードでちょっともったいないので、2キル以上ですかね、いける目安の時に行くと。でやっぱりやったら帰ってこないといけないので、そのためにも、まあ、いい位置に見つけ展開しておくのが大事ですね。まあこんな感じで、ジャングルパクるのも非常にパクりやすいっていうところがいいですね。2隙して1隙するだけでかなり削れますので。で、まあ今みたいにちょっと遠いとダメですが、近場までブリンク2隙で、間に合ってしまえば本当に削れますね。ミッド大丈夫かね。ちょっとトップを置きたいですからね。ちょっとタワーを。やっぱりなるべく、パーティーだってもタワーは意識して戦った方がいいですね。敵を叩く前にとりあえず先にタワー。で、しっかりと月光を叩いて、そういうとこですね。落ちちゃってますか。なんか今日回線悪い人結構多いみたいですね。私はそんな回線悪さは感じないですが、まあただマナが、持ちがあんまり良くないのでバカバカやっておると、今みたいな感じでマナ切れになっちゃって、いざって時に、スキルが回せなくなりますので注意した方がいいですが、白霊に関してはマナ関連の装備は作るのはちょっともったいないかもしれないですね。一応まあハットバレーとハットのシナジーは悪くないですが、ハットはどうかなって思っちゃいますね。だったらまあ190の棒でいいかなと思います。これ相手面白かったですね。皆さん僕に1回ずつやられてもらえませんかっていやーでもまあこの前、私個人的には青龍決して、こんなめちゃくちゃ言われるほど弱くはないと思うんですが、非人類学園でビビったのが過去最低値に近いぐらいの勝率を叩いている状況でして、ただまあオールなランク、多分バンガールレート帯なんで大学以上なんですかね、ちょっと分かんないですけど、非常にあの勝率は低いですね。モグラ以下っていうとんでもないことになってますので、かなりちょっと残念な結果ですが、ここまで言われるほど弱い。まあ、モグラも実際そうなんですよね。そこまでなんか勝率低いキャラクターじゃないんですけど、やっぱ使い方が難しいんですよね。で、しかもハイブリッドなんで、人をその迷わせる。どうあがいてもとは言わないですけど、やっぱ圧倒的に私は物理ビルド、ほんとビシャモンのパカパカビルドが強いと思うんですが、結構な人がやっぱ魔法にしたりするので、個人的には、まあ、ちょっと迷わせた結果、迷った人が使って迷った勝率になってしまってるっていう状況なのかなと思いますが、以上、白霊の、ミッドレーンでした。まあ、荒らすのが本当にお手軽ですので、敵の、ジャングルバカバカ荒らして使ってみてください。ただ、ベテランするとめちゃくちゃ火ダメ痛いので、そこだけは注意してください。ということで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。